どうも、高井です。私は要点まとめ読み上げ動画を撮っているんですが、最近こちらの本をまとめ始めました。で、私はこういう精読、ページをペラペラめくっていって文字を読んでいくっていう精読と、書いてまとめていくっていう筆読、こんな感じの筆読と、撮影するときにまとめたものを読み上げるっていう音読、これらをやっています。で、最終的には動画編集をしてタイピングをして、それも読書に当てはまるかわかりませんが、それも含めれば4つの読書をしています。その中で一番快眠につながった、夜よく眠れるようになったっていう読書は何なのかについて話していきます。分厚いと当然もうめくって文字を読んでる時にうたた寝しちゃうような感じになるはずなんですよね。周りの人も結構読書している方によって私は見かけます。私自身も最初とかすっごいこう難解な文字を読んでいって、うわ、こういう感じになる時もあるんですよ。活字アレルギーの人なんて持ってんのかじゃないですか。もう無理ですみたいな。で、ある程度、こういうほど全体的にいってんだなと思ったら、こういう筆読始めるんですが、筆読でもただただ書いてまとめ、書いていくだけでは意味がなくって、書いてどの部分が重要なのかってことを自分自身で考えてまとめていくってことを私はやってるので、その結果夜すごい眠れるようになってるんですね。要点まとめ読み上げ動画は4年間続けてるんですが、1年間目はプロトタイプ的な感じで、もう1ヶ月周期で何とか終わらせようってやってたんですが、2年目からもうとんでもないほど時間かけるようになってしまって、結果的に一作品につき3ヶ月かな、それぐらい使うようになってから、特定の周期だけ眠りやすくて、特定の周期はもううつって感じで、もう睡眠のバランスちょっと取れにくいっていう時期が出てきてしまった。で、筆読が今のところは私は一番快眠に近づいてるんですが、逆に音読シーズンになるともうしんどくなって寝ちゃうってことになっちゃうんですよね。それはなんでかっていうと、こうやって動画を撮って読み上げていくってことをこういう紙を読み上げていくってことをやってしまうと、ものすごい速度でチーターのような速度で一気に走り上げていって、タイムアタックをやってる感じなんですよね。結果エネルギーを一気に絞り出して短時間でいい動画を作ろうってやった結果、質を求めすぎてしまってエネルギーを突き果たして、もう眠たくてたまらないって。でも昼寝だろうがやってしまって、気づいたらこんな時間にみたいになって、その結果夜眠れないっていうことになっちゃうんですよ。だからね、音読はね、質を求めて確かに記憶に残るかもしれないですけど、睡眠にとってはどうなのかなって思っちゃうことがあります。で、動画編集のタイピングについてなんですけど、こちらも当然時間を気にして夜な夜な打つってなんてことをしてしまえば、当然もう徹夜ってなるわけですが、1徹2徹って、そうならないように1日何時間編集って決めて、複数日に分けて2週間か3週間ぐらいで何とか作ってるんですよね。健康的なことを考えると筆読が一番です。で、知識的なことを言うと音読が一番なのかもしれないと私は思っています。この動画が参考になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。